皆さんこんにちは、ニュースでーす。僕たちニュースは今週のカウントダウン TV に出演しまーす。やアビーでけえな。アビーがでかい。いやこれね、うん、初めて生アビー見たんだけど、でけえな。もともと思ってたのの倍あるんだけど、あるな。子供だと思ってるからね。子供だと思ってたんだけど、俺よりでかいかったんだ。でかいし、マッサさんやっと出会えたね。出会えたけど、ちょっとやっぱかぶっちゃってんだよね、キャラが。いやちょっとこっち向いて、気合入ったピアスしてるぜ、これ。何号のピアス、これ。すごいね、これね。昔やんちゃしてたタイプね。やんちゃしてたな。靴はもう売ってないの、他ではね。もうそうね。もうこのサイズは。50センチぐらいあるからね、もう靴が。あとアビーちゃんには、なんすか、5分ぐらいくれますか終わっちゃうからですか、ね、終わっちゃうから。アビー来んね。来んね。あ、そうそうそう。アビオがアビオがさアビオがアビオの方がアビオいらないんだよ。名前思ったよりちょっとチャラめなんだね。なんかちょっとさ、ね、いや乗り物ってなんかさっきなんか初めて会った時にちょっとね、いや俺ほらあいい、ね、この乗りしてくんだもん。アビいいね。よよよよアビはもういい。俺らの歌の話でできなくなるよ。いやでもね、俺がその前さ出させてもらったあのハロウィン音楽祭の時にアビー君はやっぱ仮装したってやっぱまだアビーの話続けるんだよ。チャンカバーナでも約束するよ、うん、なんかあったよね、うん、カウントダウンって名刺もね、あれもうね名シーンですよね。それやっぱアビー君は知ってたの、増田さんがずっとアビー君のことをいじってるっていうのは。いや知らないなこれ。知らないよ。そうね、全く知らない。社交辞令パンチ、嬉しい嬉しい。社交辞令パンチ、いじってるわけじゃないけどね。何の話ですか。いやだから本当に今日ね、アビー君にやっぱ生で会えたっていうことがやっぱ一番嬉しい収穫ですね。なかなかアルバムのこの曲を披露させてもらえるのかっていうね。セットもね、柔らかい感じにしていただいて、よく言うね、あなたたち。あなたたち。